四階派駅は、かつて、愛知県北郡竹豊町付近にあった、名古屋鉄道高和線の駅。駅東側の四階破海岸沿いの笠松集落には、別荘が点在し、当駅はその玄関口として開設された。四階破海岸には、流宮海水浴場があり、別荘地として賑わっていたが、1959年の伊勢湾台風の被害を受けて衰退したという。 あとに、四階破海岸の大半は埋め立てられ、竹と余火力発電所が設置されたため、王子の面影は、ほとんどない。駅周辺に、民家は少なく駅利用者数も伸び悩み、1972年に、隣のフット駅と統合され廃止された。統合に際して、フット駅は四海派駅から、高和駅より約500メートル先に移転したが、同駅も2006年に廃止されている。 A.B. 森康を、下半島の昭和樹林者、2012年、175ページ。ISBN 978から49億273万1453。浦島太郎伝説竹戸予兆観光協会、竹戸予兆史編さ委員会、竹戸予兆史本文編、竹戸予兆、1984年、795ページ。A.B.C. 今尾啓介、 日本鉄道旅行地図帳7東海新庁舎2008年47ページ ISBN 978から4から10から79万25から8名古屋鉄道広報宣伝部名古屋鉄道100年史名古屋鉄道1994年873ページありがとうございます